どうも春日さん。ここはなかなか居心地のいい店ですね。ああだろ。しかしあんた一人で飲むのが様になってるな。さすがイケメンだ。はい、ごちそうさせてください。お、マジで？いや話せるね、ハン・ジュンギ。あなたは不思議な人ですよ、春日さん。孫妃もあなたのことを高く買っています。私が焼き餅を焼くほどにね。よく言うよ。そういや彼女とはもう長いのか？なんかお嬢様と執事って感じに見えるけどよ。私がコミジュルに来たのは3年ほど前のことです。まだ長いというほどではありません。そうかい。それまではジングオン派という組織にいました。私はそのリーダーの影武者だったわけです。影武者って言うと替え玉のことだよな。本物そっくりの。ええ、主が敵対組織に狙われた時には身代わりで殺される。それが役割です。今時そんなのが本当にいるんだな。ん？ってことはあんたの今の顔は？作り物の顔です。大掛かりな整形手術を受けました。自前の顔もハンサムでしたけどね。しかしもはや写真すら存在しません。へえ、過去は捨てたってことかい？かっこよく言えばそうです。となると本名もハン・ジュンギじゃないわけだよな。本当の名前は何てんだ？まだそこまでの仲じゃないでしょう、私たちは。だから名前を呼び合うのが友達になる第一歩だろ。なかなかやりにくいですね。私はもう少し人と距離を置きたいタイプなんです。ジングオン派って組織がそういうとこだったのか。名前からすると韓国マフィアだよな。春日さんは元東条会ですよね。なのにジングオン派をご存じないとは。無所暮らしが長かったもんでね。ジングオン派が東条会とやり合っていたのは1980年頃。あなたが刑に服すずっと前です。80年頃って40年前か。俺はまだ赤ん坊に毛が生えたようなもんだぜ。私はまだ生まれてもいませんでした。ですがその時にジングオン派は東条会に襲われ、ほとんど皆殺しにされた。30人ほどがね。 30? 当時のカムロ町はアジア最大の町でした。その島をめぐる抗争は激烈だったと聞いています。そして東条会はあまりに強く凶暴性をむき出しにしていました。だからって30人も。報復のため韓国のジングオン派本部はさらなる構成員を断続的に日本へ送り込みました。がそのいずれも東条会の牙城を崩せず。しかしだからといって本国へ戻ることも許されない。結果任務を果たせなかった者たちはどこにも行き場をなくして見捨てられました。そんな者たちの一人が私の父親だったわけです。ならお前さん自身は日本生まれか？ええ、かといって日本で歓迎された記憶はありませんがね。さらに言えば仇の在日コミュニティからも受け入れられませんでした。うちの家族はマフィア崩れの半端者としてどこからも弾き出されていたんです。そんな我々のことを端的に言えばはぐれジングオン派といったところでしょう。はぐれジングオン派か。倒したら高い経験値がもらえそうだな。あ、さては春日さんもゲーム好きな口ですね。なあ、ガキの頃は散々遊んだぜ。ではいつか一緒にゲームの話もしましょう。私も嫌いではないので。おうよ。そんでそのはぐれジングオン派はその後どうなったんだ？
21世紀に入って2006年の冬、私が二十歳になった頃、本国の人言派は日本の極道らに大攻勢を仕掛けます。ただしその際、我々はぐれ人言派には声もかからなかった。完全に蚊帳の外です。私の父親たちは日本へ行くよう命じた同胞から完全に忘れ去られてもいたわけですよ。なるほどな。俺も一人同じような目にあったやつを知ってる。え？今あんたの目の前にいるぜ。組に捨てられて18年無所にいた。あ、そうでしたね。道理で春日さんを嫌いになれないわけです。で、人言派の大攻勢ってのはどうなったんだい？長い時間をかけて計画されていましたが、結局東条会に潰されました。皮肉なことに、その時の彼らもちりぢりに我々はぐれ人言派へ加わることになった。惨めなものでしたよ。打ち捨てられた者同士が外国の底辺で身を寄せ合うしかなかったんです。苦労したみたいだな、あんた。見た目チャラい割に。それはお互い様ですね。だんだん遠慮がなくなってきたな。そのようです。どうも今日は私らしくなかった。楽しいお酒でしたよ春日さん。お世辞じゃありません。あんたが影武者をしてた本物の反純義は今どうしてるんだい？彼は3年前に人言派を復活させ、一時は神室町の一角を手に仕掛けていましたが、頭に銃弾を受けて殺されました。その肝心な時に私はそばにいなかったんです。そうだったのか。ん？じゃあそれだったらよ、あんたもう本当の自分名乗っていいんじゃねえか。なんでまだ影武者のままでいるんだよ。もしかしてこのまま本物の反純義になり変わろうとしてるとか。さて、だとしても春日さんには関係ないことです。違いますか？違わねえな。それでは。簡単に腹ん中見せるタイプじゃねえもんな。また今度じっくり飲んでみるか。